got sense. You chose the right program. Making sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。私この間、はい、関根勤さんのくどいっていうね、冠婚金シアターって呼んでるんですけど、はいはい、お芝居を見に行ってきたんですよ。見たことあります？あります。もうずいぶん長いですよね。ずいぶん長いですね。10年ぐらい前に何回か見ましたけど、うん、あの三谷さんのお芝居でもそうですけど、落語でもそうですけど、うん、最近のお笑いライブでもそうですけど、うん、大体が女性が婦人層、ご婦人層が締めるっていう、お客さんがね、うん、もうあるんじゃないですか、うん、あそこは男が多いから、うん、笑い声が汚くて気持ちがいいんですよ。ドーンっていう感じで、でお色系のね、うん、あのネタもあるんですか。うん、あのすごく色っぽいお姉、綺麗なお姉さんが、うん、ちょっと水着に近いような格好で出てきたりなんてのもあるし、うん、あの割と男の笑いなんです意外と、うん、どういう方が出てらっしゃるんでしたっけ。キャインとか、うん、ラッキー池田さん、うん、関根勤さん、うん、あと私の好きなズンのお二人とかね、うん、ゴーシューさんは、ゴーシューさんは今はいらっしゃらないですね。う、うん、ルーさんもいらっしゃらないね。ルーさん、よく覚えてたね、ゴーシューさんです。僕だって冠婚金シアター見てゴーシューさんが面白いなと思ったんで、うん、あの新選組に出ていただいたんです。ゴーシューさん出てた？出てた、出てた。何の役？新選組の大使の役で。大使の役、うん、あの途中で辞めちゃうんですけども、へえ、芹沢鴨、佐藤浩市さんの子分みたいな。あ、そうでしたっけ、うん、でもなんかそうね、ちょっと時代の顔だよね、ゴーシューさんって、うん、なんとなく時代の顔、嬉しくない？あとあの HR っていうドラマにも出てもらって、うん、でそれはあのとにかく生に近い形で、うん、そのお客さんの前でやるドラマだったんです、香取慎吾さんが。あ、見てたよ、うんうんうん。あれにゴーシューさん出てもらった回があったんだけど、うん、僕の目論見としてはゴーシューさんってあのもうすごい緊張しいで、その本番になるとなんか全然ダメダメになって、そこが面白いっていうのがあったんですよ。あ、そうね。で舞台見た時も、うん、あのめちゃくちゃ緊張しちゃって、焦った顔がね、そう、それがすごい面白かったのに、 その時は緊張しすぎちゃって、普通にやっちゃった。一周しちゃった。本当面白いね。全然面白くなかった。なんてこと言ってくれるんですか、せっかく出ていただいて。足りない。そうそう、だからその頃見てましたか。それ言ってくれればゴーシューさんも合わせることができたと思うんですよ、うん、もっといろいろ注文すればよかったのかな。あれ、 そこまでやってたんだっけ、監督まで。そうそう、僕演出もやってました。そうだったっけ、うん、へえ、じゃあ楽しそうだね、うん、大好きな大河ドラマであり、自分が演出もできて、 HR ね。あ、大河ドラマは演出しないです。ちょっと一瞬他のこと考えたら、そうですね、 HR ティッシュで汗とか拭いてるからです。すいません。色っぽくなってます、なんか清水さん。そうなんですよね、今ちょっとびっくりするようなメールが入ってきたもんで、そっちにもで。すごい汗ばんでるな。大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。はい、まあいろんなことがあるね。そっちとにかくそっち片付けますか？いいですか？片付きました、もう大丈夫です。じゃあ戻ります話。はい、で、冠婚金シアター、くどいを見たという話ですよ、うん、清水さん。前回は見に行ったら、はい、あのタモリさんがいらっしゃって、わっ、タモリさんと一緒に見てるんだ。あ、そうだ、今回の冠婚金シアターのそのパンフレット、うん、今度お持ちするね、はい、あのタモリさんと関根さんの対談なんですよ、うん、でそこにあのミュージカル嫌いだって言ってたけど、うん、三谷さんの見て面白かったってタモリさんおっしゃってます。本当に、うん、それちょっと嬉しいです。そう、2つオケピも見てくれたし、うん、あのトークライクシンギングも見てくださったんですよね。その話、うん、嬉しいな、してましたよ。それでタモリさんも見てるんだと思って、うん、すごいあの喜んだんですけど、うん、その前だったかな、なんかさんまさんもいらっしゃったんですよ、その一昨年だったか忘れたけど、くどいに、うん、で今年また右手にジャニーズの皆さん、うん、左手にさんまさんっていう回で、うん、でさんまさんがさ、私にさ、見たよやめてけれって言って、うん、何のことかっていうと、あの恋の風があったんじゃん、追いかけ、そうそうそう、あれとズビズバパパパヤーやめてけれと、うん、一緒に歌うとぴったり合うっていうのをワウワウで私と矢野顕子さんがライブやってたやつをオンエアしたんですけど、うん、それを見てくれたらしい。超嬉しかった。なんか恋の風があってもともとはエリーゼのためにでしょ。うん、うん、違うよ、違う、追いかけてダラダラダダラララだだだ、そうだよ、キスは目にしてるでしょ。うわ、センス悪い。恋の風がは恋の風がなの。そうです、オリジナルなんですか。うんうん、完全にやめてけれは、やめてけれもオリジナルです。あ、そうなんだ、うんうん、あの本当は全然やっぱり違う曲ですけど、たまたまちょっと似てると、うん、着地のところが多いから、うん、遊びには向いてるなと思ったんですけどね。うん、うんうん、
見てるんだね。キスを目にしてはさ、あれあんなやり方ありなんだね、ベートーベンの斬新ですよね。作曲ベートーベンなんでしょ。そうだから、あのもう死後100年経ってるので、うん、どんだけ使ってもいいんですよ。でも使ってもいいって言われてもね、なかなか使い勝手が難しいですよね。そうですね、平原綾香さんくらいじゃないですかね、うん、上手に使ってっていう言い方じゃないね。あの楽器を国に親しんでらっしゃるのはね。なんかあるんですか、他にもあるのかな、そういうのって。だからあるよ、だから平原綾香さんの他にベスト1番失敗した者たち。失敗なんかしてませんからね、さっきから言ってるけど。口に気をつけて、お客さん。平原さんは成功した部類でしょ。もちろんです。でうまくいかなかったやつもあるのかなと思って。たくさんあるんじゃないですか。あるのかな、うん、ただ成功したっていうかヒットじゃないですけど、うん、あれがありますよ、ほら役者さんで、すごくお上手な人、クラシックの名曲に乗せて、うん、トルコ行進曲、斉藤春彦さん。そう、斉藤春彦さんと高平さんが、うん、ね、コンビって最高だよね。すごく面白い。斉藤さん面白かったですね。面白いですよね。今もやってらっしゃるのかな。やってらっしゃるのかな。とにかくクラシックが大好きだっていう感じがすごい伝わってくる。伝わってくるから、そう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 、こっちもちょっと聞いてみようかなって気になるもんね、あれはクラシックに歌詞を載せてるんです。そうなんですよ、そこが斬新だったんですよ、うん、私それに感銘あまりにも受けて、うんうん、自分自身でオペラ銭形平次ってのを書いて、で一人で歌い分けてやるっていうやつ、うん、そしたらあまりにも張り切りすぎて、うん、20分のネタになっちゃったの、うん、で自分の中でももう一番の大失敗なんだけど、うん、もうお客さん本当に飽きてて、うん、もう本当に申し訳なかったですよ。でうちのマネージャーも、うん、リハ見た時にあれこれみっちゃんやっちゃったなっての思ってるらしいんだけど、さすがにもう勇気にもなれず、もう本番まで、うん、でうちの旦那さんも私の熱意に、うん、ちょっともう言えないみたいな、もう時間もないし、うん、っていう感じで、もうあの時はもう最悪で、クリームシチューの2人が確か見に来てて、うん、未だに言われますよ。あ、じゃあもうその時やってくださいよ。オペラ幻の、本当もう封印したい、そんな思い出あります、もう封印したいような作品な、ないな、全然ゼロ。学生時代から全く封印したいのはないですけど、あでもギャグとかはない、あこの続きはまた明日。Yes, lots more tomorrow. Looking forward to it. And hey, I never thought of that. Beethoven's much-loved Bagatelle No. 25 in A minor, Für Lisa, la 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 la, became the 50s sock hopper, Kisu Amenishte. Well, Zabuinas aren't the only ones getting the riffs from classical music. Another famous example is Procol Harum's use of Bach's Cantata BWV 156, Ishte mit einem Fussen Grab, as the basis of their 60s classical Whiter Shade of Pale. Oh, and there's...